下腹ぽっこりが気になる。レッグレイズやるけど引っ込まん。腹筋頑張るけどきつい。そういった方におすすめなスイムレイズを紹介していきます。名前の通りスイムっていうと泳ぐ。そうです。今回はバタ足、キック足、レッグレイズを行っていきます。お腹引っ込めるポイントは腹筋の深層部を使うことです。腹直筋にはお腹を引き締める効果はないんです。引き締める効果があるのはその中にある腹筋、内腹斜筋、外腹斜筋、腹横筋、この3つになります。今回は反り腰も一緒に解消できる腹筋メニューになってます。やる前にポイントを一つお伝えしておくと、息が止まってはいけません。必ず息は長く吐きながら行ってください。今回20秒のメニューになっているので、できれば呼吸は2回か3回に分けて長く5秒以上吐いてください。特別今回は最後まで頑張ってもらうためにきつい順番に行っていきます。だんだん楽になるので最後まで頑張れるはず。一緒に頑張っていきましょう。どれも寝たまま行うんですが、レベルを3つ紹介すると、辛い人は全部寝たまま行います。中級の方は肘をつく、上級の方は起きたまま行ってください。私は上級を頑張ってみます。上半身は自分のレベルで、下半身の動きは真似してください。まずは足を上げてちょっと前に出します。ここで足をバタ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 と振ります。膝から下の力を抜いてバタ足をする感じです。足伸ばしてはダメです。ちょっと曲げておきましょう。いきます、スタート。バタ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 と振ります。これで腹筋をね、奥までずっと使うことができてます。足伸ばすとももに力入っちゃうんで、曲げとくことで腹筋使えます。うおー、きつい、頑張って、ひゃー、入って、これが一番きついんで安心してください。ふー、今度は今の動きをちょっとゆっくり、こういう感じでいきましょう。いきます、スタート。膝が吐いて、足は少し曲げて、うわー、オッケー、いってー。今度は動きをさらにゆっくり動かしていきます。上半身のレベルは自由に変えてください。いきましょう、スタート。ゆっくり動かして、腹筋がどっか行くかと思った。今度は膝を上に上げたまま、できる人は起こして、このまま足をぐっと近づけます。そうすることで下腹を使えます。辛い人は寝たり肘ついたりしてください。いきましょう、スタート。これも息は長く吐きながら、オッケー、あー、効いてきた、効いてきた。次は曲げた足を伸ばす、曲げて伸ばす、キックです。いきましょう、スタート。辛い人は寝たまんまでもいいですよ。自分のレベルに合わせて、キックすることで下腹に瞬発的に力がかかります。オッケー、あー、どんどん効いてくる。しゃあ行きましょう、あとちょっとです。次は膝を曲げたままで抱える、こういう感じ。行きましょう、スタート。上半身は自分のレベルに合わせて、お腹しっかり引っ込めて、
へいっしゃー。あー、効いた。ラスト、お尻を一回持ち上げて、このまま足を交互に引き寄せます。おへそ、自分の顔を向けるようなイメージ。お尻締めたまま行きましょう。スタート。お腹をね、締めながら膝を抱える感じで、ぐっぐっと自分のような感じから入れて、オッケー。しっかり下腹を使えるメニューになってました。頑張った人はコメントください。